新設です。自分のバンド名も噛んでるよね。いやいいぞ。全くなやつだね、相変わらずね。2ヶ月ぶりかですね。前は上手くなった桃くん東洋一。いやいやいや、まだまだね、信用のみですから。このラウドインパークって、あの、まあ、我々桃組的にはちょっと、まあ、思い出がございまして、まあ、何を隠そう、あの国礼の第2回になるんですかね、2012年の11月に我々桃色馬川市 Z、 その、まあ、仙台アマチュアバンド会に初デビュー、の時だったんです。その時は今いる5人のうち、2人メンバーが違ってたと思う。誰ですか？あ、で、なおかつ、あの人じゃない悪魔でしたね。見てくれもね、あの、こんな悪魔の格好じゃなくて、もうちょっとこう中途半端な、まあ、あんまり言いたくない感じのだったんですけど、まあね、そっから回を重ねるにつれて。いやいや、僕今東洋一だよ。え、東洋一、東洋一です。いやいやいや、東洋一はあの八戸の。いや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 、ま、いや、サタンは負けだ。いやほら、いいぞムッチーはもう昔の人だからね。いや大先輩ですからね。話進めていいよ。9月、まあ、2ヶ月前12日かな、土曜日、ちょうどジャズフェスの初日の晩、まあ、実は隣のエンサードでやさせていただいたんですけど、その時もみんな来てくださった方、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。少しずつお客さん増えていくとありがたいね。そうですね、うん、まあでもね、俺の喋りが面白くないからもうちょっとね、頑張んねえぞ。ボロボロトーク、ね、そうなんです、そうなんです。私こういう話しかできないんですよ ね、 だからね、顔が怖い、顔が怖いぞ。そんなことないよね。顔はなんで、ね、怖がってる、怖がってる、怖がってない、怖がってない、怖くないね、夢に怖い、怖い、ほら怖くない、怖い。あのちょっといろいろあって、この顔のメイクしてる時に子供にメイクが変身、変身ね、この顔でこう子供と接した時にすんごい流れる人、全く流れない人あるんですよ。何が違うのかよくわかんないですけど、その流れた日は自分の調子的にはどうなんですか？いやー、いつも変わんないですけどね。で、泣かれなかった日は調子が良かったんですか？いやー、いつも変わんないですけどね。ベルトが違う、ベルト、ベルトはね、回るんですよ。ほら、ね、さっきここに立った時に一応回してみたんですけど、気づいた人、イエーイ。あの、いつどこで回していいんだか分かんないんで、回しどころが難しいな、うん、ね、まあ、ここに立った時にでもちょっと回してみようかなと思いますけど、なんか、うるさいですよね。チーッと音がするんです。そのうち多分壊れるんで、あの、新しいのは探さないと。あの、ズミカからベルトから煙が出始めたらね、避難の準備をお願いします。よし、じゃあね、行きますか。
調子悪いですね。結構調子いいじゃない。いや、なんかさっきからね、ちょこちょこ裏返ってるんですよね。イラッとするんですよね。取り外したいぐらいですね。東洋一。いやー、まだまだです。全然。でも頑張って上目指します。まあね、こんな。ワンマンやろな、ワンマンライブやろな。なんかいきなり引き抜きみたいな。じゃあ違う、任せとけよ。ああ、ございます。どうですか、三本。ちょっと一言ぐらい吹っ飛ばないとね。まあ、これ聞かないすいません。じゃあ三本チューニングタイムで長官。長官長官、また出たこの振り。いきなりなんかね、さっきね、なんかちょっとこんな色白くなかったよね、さっきね。なんか着物着て、なんかこの辺に買ったような気すんだよね。兄弟のいとこの親戚の友達とかなんか。そう平山兄上と遠い親戚です。遠い親戚ってちょっとね、おかしな話もするんですけど、まあそこはね、ご愛嬌ということで。夜一緒に飲みに行きます。ああ、本当に。いや、ちょっとね、そこに立つ我々もちょっと混ざってみますか ね。でもまあ私酒弱いんで。寝るんでね、寝ますんで、ちょっと解放してもらえれば飲みに行きたいなと思いますけど、まあ、めんどくさいですけどね、こんなでかいやつね、その辺でぶっ倒れて寝てたらね、まあ、邪魔なんで、ね、飲まないで帰ります。じゃあ、ね、あの告知をしとこう。何なんの。いやいや、次の予定。いずれでしたっけ。ね、一応次の予定がですね、来月12月の26日の土曜日。俺と一緒だった。あら確か土曜日だったよ。なんだ。あのこちらでちょっとあの年末調整書ってやつに、はい、出演させていただく予定なんで、また来月あの、ね、お時間ご都合の方、はい、ぜひ。マシャコでやられたらありがたいなと。Yes! よろしくお願いします。いや、ね、時間もないんで2曲続けて行って、あと退散します。行くよ。